こんにちは。ちょっと鼻なのかな、分かんないけど、こんにちは。現在まつげちゃん、まつげちゃんの時間です。花粉やばい、飛んでんだ。ごめん、マジ花粉症と縁遠くて本当うざいよね。花粉症からしたら本当うざいですよね。本当ごめんなさい。でもいつかは自分にもね、そのなんて言うんだろう、それが来るのかなとかって思ったら、なるべく遅く来てほしいなとは思います。15分だけ配信をするよ。そう、ハルピョンは花粉症ではございません。この間エリーちゃんになんかマスカラ、まあ、タバカンもっと上手に作りたいんだけどどうしたらいいのって聞いたら、えマジで液をひたひたにまつげに塗ってくださいって言われたんで、塗ってます。髪染めたのコンサート前で、多分自然光、太陽光で、あと色落ちとかでより明るく見えてるのかもしれないけど、髪染めたのコンサート前です。やばい、アラーム鳴るかも。平気だわ。昨日の夜の配信から今日の今の配信で、さすがに美容院は行けないですよ。言ってたらすごすぎ。いや、何時にやってる美容院みたいな。あ、今日お休みなんだ。秋分の日。そっかそっか。じゃあ何時に配信しても大体の人見れるんだ。なんかもう最近まつげがボサボサな、ボサボサ、やだ、つらいです。そう、今日みんなね、ファンミみたいな感じのなんか私会、全国私会に行ってますよね。
ちのねタバカンが本当に下手なのよ。このまつげ抜きたい。私がまつげ抜きたいっていうのってめっちゃ珍しいんですけど、このまつげ一生なんかうねってるの、こうやってそう、それが一本あって抜きたいんだけど、今めっちゃどんだけ力入れても抜けなかった。まぶたなくなるくらい力入れたんだけど抜けなかったから諦めました。松葉仕立てのまつげはねめっちゃうまいんですよね。私タバカンレミタンのまつげはなんか怖い、束すぎて怖い。え、まつげないじゃんみたいなぐらいタバカンだから、私は気持ちタバカン欲しいけど、なんかあこまでタバカンにしなくていい。でもうまい、レミタンマジでうまい、タバカンがうまいです。でも一回も松葉とかしたことないって言ってたから、多分自然まつげだからやりやすいんだと思います。私はもう一回もじゃないので、もう何度も松葉をして何度もまつげに負担をかけてしまっているので、弾力とか10代の時より変わって、なんでみんなそんなおばさん扱いするんですか私のことひどい。弾力とか10代の時って変わったりするの、ひどすぎるよさすがに。めっちゃおばさん扱いされた。なんかこの世界にいるとね、ほんと年齢バグるよね。だって二十歳超えたらおばさん、もう18超えたらおばさんって言われる世界。ほんとに。
悲しい気持ちになる。まだこれからの方が長いのにって思います本当にこれから先の方が長いのに思っちゃう。わかんない、もしかしたらもしね、まあ何か事故が起きてとかってなったら短いけどでも普通にこう寿命、平均寿命まで生きれるってなったとしたらこれから先の方が長いじゃないですか、どう考えても。なのに18歳を超えるだけで婆さん扱いされる。ゆきりんさんのマスカラなんですけど、ユーピンク、すごいことに気づきまして、下まつげに塗ると一番効果的。効果的っていうか下まつげがめっちゃ塗りやすい。そうなの。ていうか絶対さ、なんか18超えたらおばさんってみんな言うけどさ、絶対そこら辺の18より若い自信あるんだけど。うん、もう23だけど、18みたいな顔して喋ってるけど今。私は18歳ですけどみたいな発言したけど、違う、全然23歳なんですけど、そこら辺の23よりは絶対若い自信ある。下まつげ私めっちゃ長くて、そう、めっちゃ濡れる。いや、アイドルみんなそうじゃない。なんか確かにその14、5歳とか6歳、7歳とかで、あ、この顔大人っぽいなって思うことはあるけど、でも20とか超えたメンバーで、え、めっちゃおばさんやんみたいな人いなくないですか。全員なんか年よりも若く、顔若い、年齢より。だから絶対にそこら辺の同い年よりは若い顔のはずなのに、年取って見られる、年取って見られるっていうか、年取って言われる、年だ。でもそういう世界なのも分かってる。だって前田さんとかだって20、もう私の年齢よりも若くして辞めてるから、 AKB。 めっちゃまつげ、下まつげ長い。お、そんなぐちぐち言ってたらやばい、30分になっちゃった。15分経っちゃった。ちょっとでも髪の毛もしたいけど、
感やばい。今日ドボンライブ再放送日。え、だってみんな知らなかったよ。みんな忘れないでね。忘れてた人忘れないで。忘れてた人なんだけど、私もそうらしいです。20日の20時からだったよね。なんかにめっちゃ20やんって思ってた記憶はある。なんかどんだけ早くさ起きてもさ、いつもこの時間なんか焦ってるんだけど、なんで？出ていく直前、直前いつも焦るんだけど、え、なんで？マジでなんで？どんだけ早く起きても。本当になんでストレートアイロンしたい。かけさせて、まっすぐにさせて。どんだけ寝ても眠さ変わんない。確かに。いやマジで貫徹3日ぐらいしないと貫徹3日ぐらいしたらさすがに眠さ変わるけど、でも確かになんかむしろ3時間寝起きとかの方がなんかすっきりしてる時とかない？なんで？なんでなの？謎現象。深い。なるほどね。この歌なんだっけ。誰かが一人でもそっぽ向いてたら一つになれるわけないじゃないか。かったるいよなんて行けようとするから教室で詰めようたみたいな。あ、なんか A メロと B メロごちゃごちゃだけど、あ、正義の味方だ。正義の味方じゃないヒーローだ。
なんか急に今頭に出てきた。ふと出てきました。正義の味方じゃないヒーロー、私のことが好き。やばい、自然光マジすごすぎ。めっちゃ明るい。自然光強すぎ。めっちゃ明るい。やばすぎ。すごない？え、こんなに明るくないです今私。画面めっちゃ明るく見える。やばい、嬉しい。髪明るくしたいから嬉しい。え、全然。でももしかしたらライトに当たったらこんぐらい明るいかもしれないけど、多分握手会オンライン、あ、でもオンラインはちょっと画面のあれだからこんなに明るくないけど、めっちゃめっちゃ明るく見えちゃう。自然光神、私これからずっと太陽の下にいよう。いやだから色落ちもあるよ絶対。でも自然光強い、嬉しい。でも実際あってほしい、全然こんな明るくないから。鏡の色とこっちの色全然違いすぎて自分の目が錯覚されしてる今。やばい、30分に終わろうとしてたのに。ランキング読みます。1位くじの大吾さん、2位サプライズレバーさん、3位トシさん、4位クロさん、5位鉄道のエイトさん、6位トラック野郎さん、7位バジュンさん、8位ともゆきさん、9位直吉さん、10位ミラクールさん、11位マークーンさん、12位ツッチーさん、13位ベベモンさん、ありがとうございます。ちょっとめっちゃまつげたばかん、ありがとう。夜はちょっとドボンライブがあるんだったね今日。そう、本当はね、なんかもしかしたらできるかなと思ったけど、みんなのドボンライブの邪魔をしたくないのでちょっとやらないかもしれない。ちょっとまだわかりません。ということで私も気持ち急いでいるので、急ぎたいと思います。この後もちょっとアイロン、まだ前髪つけ、前髪のあれしよう。ということで、それではまた明日、ありがとう。ご飯食べる、もちろん。またね、バイバーイ。ありがとう、お昼配信見に来てくれて。